三重の魅力を豚さんと三重堀行き豚散歩、今回ですね、珍しい自販機に行ってきました。600円で買えるのでぜひですね珍しいところ一回行ってほしいなと思っております。とりあえず買ってきたのでとりあえずさっと戻ります。はい、では戻ってきました。こちらですね、改めまして、シラチャーのこちらニンニク仕立ての旨辛ホットソースですね。こちらとりあえず開封していきたいと思います。こちらがですね、まあ大きさ的にはまあ細い、まあ、水筒みたいな感じですね。まあいつもはこの後取りなんですけれど、今回はもうそのまま直取りしてます。そして、テープは取れません。なかなか硬いのでネジ開けてください。はい、ということで出てきました。よいしょ、結構な大きさですね。こちら、よいしょ、紙もあるので、まあまあいろいろ説明とかも書いてあるんで、もしご購入される方はこの辺を読んでいただいて、アレンジとかですね、食べる前にかけるだけとかいろいろまああるので、この辺も読んでもらえるといいかなと思います。はい。で、こちらが、そのものです。まあ、スリラチャ純度 100%。まあ、よくわかりませんが、まあ、とりあえず、100分は一見にしかずということで、まずちょっと舐めてみたいと思います。ん？ああ、なるほど。まずこれを開けるんですね。よし。ちょっと匂い嗅いでみましょうか。おおおお、あ、けど辛そう、すごい辛い匂いはするんですけど、けどなんかその中にもなんか美味しそうな匂いが感じられるので、これ良さそうなんじゃないでしょうか。あ、開けました。これで、ああ、なるほど、多分これで出るのかな。おお、出た、出ました。こんな感じです。ちょっと舐めてみます。うん。辛いけど、いや、まだちょっと、あれに似てますね。何でしたっけ。これが、一番何に合うのかということを、やっぱり試すのが一番かなと思いまして、3種類買ってきました。餃子と、コロッケと、唐揚げですね。で、これって、近くの、自販機が置いてあったところのスーパーに全部売っているものなので、もしですね、これ、あ、美味しそうとか、僕、今から食べてみてですね、あ、これいいんじゃないのっていうのがあれば、ぜひですね、もうそのまま自販機で買ってから、そのままもう、スーパーで買ってもらうと、すごくいいと思うので、行きましょう。はい、ということで、じゃあ餃子から行きましょうか。もう普通にかけていきます。まあ、こんな感じでいいのかな。ではいただきます。うん、うまい。そして辛い、結構辛い。あ、うん、これ、あ、いいですね。あのカップ、辛いもの好きだと非常にこの餃子ももともと味が強いものなので、それに、この辛さがマッチして、非常に、これご飯が進みますね。そう、一応ご飯も用意してあるので、ちょっとご飯と一緒にいきますね。あ、いいですね。やっぱり、もういつも同じで、なんかちょっと、変わり映えが欲しいなっていう場合は、非常にこれはありだと思いますね。はい、では次行きましょう。こっち、コロッケです。いや、やっぱりね、めちゃくちゃ辛いですね。このずっと辛さが残る感じです。では、こちらもかけていきましょう。そう、結構辛いんで、辛いの得意だよっていう方以外は、かけすぎ注意です。では、行きます。コロッケはちょっと変わり種の一種かもしれないですね。一応こちらは牛肉の
コロッケですね。いきます。こちらはもともとの甘さが結構あるんで、辛さが苦手な人でも結構行きやすいかもしれないですね。けどそのどうしてもちょっとあんまり変わりがないかな。もう一口いきますね。そう、やっぱり、そう、初めはやっぱり味が感じるんですけど、コロッケのこの甘みが正直勝ってしまってる感じがあるんで、ちょっとした変化が欲しいなっていう時はありかもしれないんですけど、そこまでも劇的変化はあまり感じられないんで、もしかしたらかけなくてもいいかなっていう感じはちょっとあります。はい、では最後大本命唐揚げです。言います。唐揚げとやっぱりこのピリ辛っていうのはどこでも合うとは思うので楽しみですね。いきましょう。いきます。いいですね。やっぱ唐揚げ、唐揚げが一番合うかな。ちょっと待ってくださいね、もうちょっと吟味します。やはりこうご飯との相性がいいっていうのはすごく大事だと思いますね。唐揚げが一番の気がします。この唐揚げのもともとの旨味にこの辛さが相まって、ちょうどこううまさが倍増される感じになってます。いいですね。やっぱり唐揚げが一番合うかな。もう一口いきますね。こんな感じです。唐揚げです。一番やっぱり唐揚げですね。一番美味しかったって組み合わせが唐揚げで、餃子はこの味変にはまず間違いなく合います。で、初めは普通に醤油とか餃子のタレとかで行ってもらって、で、そこから先のタレで変えると味変でめちゃくちゃいいと思います。で、コロッケに関してはあんまり味が変わらないんで、その初めのちょっと衝撃が欲しいなとかいう場合はコロッケありだと思うんで、ぜひ試してみてください。唐揚げは間違いなく正解です。はい、では今回はこんな感じです。で、今回このジャンキー行ったことあるよとかですね、で、ここ見たことあるけど買う勇気なかったけど今度買ってみようっていう場合はですね、グッドボタンやチャンネル登録してもらえると嬉しいなと思ってます。はい、ぜひですね、また見てくださいお願いします。はい、ブタさんのこともブタさんとこれから食べていきます。ではでは、バイバーイ。